俺これやで、だから、おぐねや、それは分かってるよ。見てはるやろ、おのれ。じゃあ、お船の、サトルだろ？いや、見てねって。うん。聞いてきてみりゃいいじゃん。俺のアカウントブロックしてるかどうか。うなのアカウントブロックしたんって聞いてきてみりゃ。もう間違いなくしてるはずだよ。俺だって見れんだよ。まあまあまあ、しゃあねえけどな。でもね、いろいろね、積極的な人ではあったけど、二人で仲良く逮捕されたらいいね。は？嘘め、それ去年からお前言ってんだろ。11月頃かな。あ？年越せねえなとか、家を出されるとか、てめえが言ってんの全部バレてんだよ、この野郎。おい！バレてるよ。おい。あららららん。あらららら。時間なんかかかんねえよ。なもんはよ。いや、忘れた頃になんか来ねえから。バカなの？映像じゃない？もう俺別に映像だから俺に手間をされたとか逃が垂れたんだろ？別に俺配信で手間なんかしてねえし、配信外でも手間もしてねえし、某が言ってるアンツブカにいるから、行きたいって言うから、じゃあ、宅台ね、持って行けよ、つって、先行っとけって言って、俺行かしたんだから。だから俺も後で行くから、つって。で、そこで、傍若とあんつぶで合流してわーわーわーやってんとこに俺も後でタクシー呼んで、うん、そういうことで、それであんつぶで飲み終わって、じゃあせっかくだから香川バーも行ってやろうよって言って、うん、バファリン飲みなよ。飲まねえよ。
今日坊ちゃんサプライズで俺ん家来ねえかな。すげえウケんだけど。謝った。もうだから謝る術がねえっつうんだってブロックされてっから、ブロック解除したら配信上でコメントで打つよ。まあもしくはコラボで上がってとか、だから LINE もなんだかどうのこうのとかなんか言ってんだろ。知らねえけどさっきみんなが言ってたから。見るな。そうそう、三人で、ボーと、トモネーと、俺と、で、三人、三軒も、俺んちでまず飲んで、その後一軒飲み行って、二軒目も行ってんだから、そんなの手間がどうのこうのとか、意味不明だろ？あんた何言ってんの？無理筋だよな。で、じゃあさ、某がよ、殴った、あれも、俺、真横にいたけど、殴ってねえからな。もう、俺らも、俺が酔っ払ったから、俺帰るよって言って、まあ、ここだけの話、ここだけの話、坊ちゃんはね、外飲みは結構強いんだよ。俺は結構弱いけど、もうさ、サトルさ、そのコメントの打ち方、もう俺もう理解したくないからやめて。監視？おー、起きてるよ。うん。あとで酒買いに行こうかなと思ってるけど。傍若が買ってくるの待ってんだけどね。ありがとうがの決まったあざーす。おーす。医者の診断書もないんでしょ？あ、坊ちゃんが殴ったの？それはだってないでしょ？だって怪我してねえんだから。あざーす。仲良くやりってんだ。俺は仲は悪くはなってねえけど、地方省まで言われたらよ。だってよ、俺少なくともお船のことは、ボケ老人とまでは言わねえで。そこまでは。うるせえ野郎だなとかは、そこまでは言うけど、あいつボケてんじゃねえのかは言わねえで。
まだ坊ちゃん来てくれんの待ってんの。あ、俺嫌いにはなったわけじゃないから。うん、まあラジオでいいんだよ。うん。あと2杯で酒切れだ。いやいや、おお、飲みすぎじゃないよ。薄め薄め。うん、全然大丈夫大丈夫。うん、怒られっからよ。あの、来いよって言われるから。あ、もう言われる人がいないからね。だから自分で自粛してるけどね。うんうんって。ほぼ見つ、そこまではやんねえよ。確かに。あの、ね、水煮の酒1ぐらいだよ。ああ、水煮の酒1ぐらい可能性はあるね。俺だと1対1ぐらいになるパターン、うっとかなる。キズナちゃんありがとう。でもな、あの子は、あの子はっていう言い方っていうか、なんて言ったらいいのかな。まあまあまあ、お船な、それは分かってんだよ。お船は俺にはムカついてって思うけど、夫人のことは、気に入ってんだろうから、それはもう知ってんの、俺は。お湯割り？あ、俺はお湯じゃなくてぬる湯。うん。あの、内臓を冷やすと良くねえなぁって思ったから。だから、あの、もう夏も、あの、氷で、ロックアイスで飲むのやめてるから。もう年寄りになるとよ、内臓冷やすのやばいだろ。うん。いや、下痢とかじゃなくて代謝が落ちるだろ。内臓の機能が上手にコントロールできなくなるでしょ。内臓を心配しながら酒飲んでタバコ吸うのは笑った。いやいや、全然俺は心配してないよ。うん。
全然。正直医者行ったらなんか、だから監視中な医者は病名をつける仕事だから、医者行って何もないですで帰ってくるやつなんていねえから。そうだろう、そう思わねえなあ。医者はなんか病名つけて処方箋出してってやるだろう。まあまあそこはな、ポイントっていうかさ、そういうのあるけん。まあこの辺の話は逆に言えば俺じゃなくて傍若の方が詳しいかもしんねえな。傍ちゃんはそういうのね、意外とね、ディープに知ってるから。お兄ちゃんが、そういう製薬系とかに行ってるから。いないの？いないよ。うん。コメント打たねえな、あの野郎。おい。もう、インド人にシフトしたらしいからな。俺のなんか上着がインド人に届いたらしい噂。まあまあまあいいんだけどね。いや知らねえけどインド人、いやまあ別にどうでもいいんだけど。洋服のなんか包みにポッキーの箱かなんかになんか10万円が入っていたってインドが言ったみたいだっけ。わかる？これをもってしてうなちゃんマンが今まで言ってきたことがどういうことかっていうのはわかるでしょ。あの人がどういう人か。うん。あの人。俺の服を持って、これで持ってって、インドが欲しいって言ってるからって、持ってっていううなちゃんのだからって言うから、いいよって言った。わかったって。でもこれ、タバコ臭いからって。いや、もう、って。先月は25万ぐらいかな。うん。俺だいたい月に25ぐらい。ああ、少ない時で18ぐらい。うん。いや、わかんないけど、いや、インドが
欲しいって言って、だから窓口になったんじゃないの。だから、それはそれでいいんだけど、インド人さんもいい迷惑だ。いや、別に迷惑にはなってないんじゃないの。うん。いやいや、クリーニング出してから送ったって言ってたから。うん。それで、二日ぐらい経ってから、俺、家の引き出し開けたら、まあ、まあいいや。うん。まあ、押して知るべしだよね。傍若先生がやることは、ただで服を持っていくわけねえんだよ。わかりる？あの人はそういう人。あの人はそういう人。だから、そんなこと俺はしなくていいよって。もういいよ、いいよって。ただ、遊びに来て仲良くしてくれたら俺嬉しくてしょうがねえんだよ。俺はね、俺はだよ。なんで喧嘩するのって言ったら怒るんだもの、すぐ。あとね、これね、まあもんね、単純な話ね、箱しか茶を投げてないので10万くらいかと思ってました。ああ、うん。またけん。いや、もうブロックをされてるよ、グロム。早く酒買ってこいよ、この野郎、傍若よ。あいつ放送終わったんだろ？ほら。酒がなくなる。いや、自力でも買いに行くよ。おう。うるせえな、隣の家、この野郎。夜中にうるせえぞ、この野郎。いや、俺じゃなくて向こうからガンガンやってんだよ。俺前に壁ドンやったら静かになったから、うん、隣ホストなんだよ。貧乏ってやってな、うるせえんだけど犬ってギャン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 、すいません、あ一回だけで、うん、男が出てくるかと思ったら女が出てきた。何ですか？あのさ、俺401号室の人間なんだけど、おたくさ犬うるせんだけど、ギャン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 って、あ？それは配信外でな。いや、武器民でもどっちでもいいんだよ。
そこは監視中、イケメンって言ってよ。意外とさ、俺、ウィッグかぶったら結構イケメンなんだよ。ああ。そこは、よろしくちゃんだよ。坊ちゃんもうタクシー乗ったかな？知らねえよ、 LINE もブロックされてんだろ。今隣住んでませんけどね、誰に言ったのかな。すいません、隣住んでます、星垣さん。退去時期とそういう物事の順序をきちっと見てからやってください。空室予定時期、そこをねちゃんとしてください。住んでねえなんているよ。隣に来た人は401の説明受けて、じゃあ星垣が説明してやればいいじゃねえかよ、402に入るやつによ。インターネットでよ、おめえが心配してんだったらよ。あ、よくいらっしゃい。なのよ、やれよおめえ。要するにお前らは俺がね、のうのうとここで放送をやってることが許せないわけじゃん。小銭稼いでよ。あ、佐野を孤立孤独にさせたいだけじゃね。あいつをどうにかどうにか、あのほっぱらか、もうにっちもさっちもどうにもいかないようにさせたいだけなんだよ。それは、でも、それは仕方ねえと思ってるよ。うん。個人的にね。自業自得って、うん。それはそう思ってるよ。ピンが面白いから。まあピンっていうか、まあピンが面白いって言われても、ブー、ごめん、音うるさかった。聞いてる姿で遊んでるだけです。あ、だって今日星垣、俺全然聞いてねえじゃん。ピンがいい。藤井は雑音。俺にとっては、坊ちゃんは、すごくいいパートナーだったけどね。うん。俺は、うん。俺が決めた人を、俺が選んだ人を、あんたらが悪く言うのはやめてくれよっていう話。小村、いらっしゃい。ゾウ。ただ向こうがもう俺のことをカットしたんだったら、さらしゃがねえな。
トラフグーありがとう。LINE もなんかブロックしたし、俺のアカウントもブロック。だから俺知らなかったんだよ。枠開けて。って。いや、向こうやってるよって言われたから、いやいやいや、俺上がってきてねえよって。いや、わかんねえけど。いやいや、俺ブロックされたの初だよ。いいちゃん、お疲れい。間違いなく見てますよ、夫人の性格なら。まあ、この時間帯見るのなんて言ったら、大した放送ねえかんな。まあまあ。暇なんだ、とは思うけど。うなちゃん何もしてない。だから何もしないことがダメなんだっていうの、俺が、グロムよ。何もしないのがダメなの。坊ちゃんがガンガンやりすぎるわけよ、いろんなことを。で、俺が全く何もしないぐうたら人間なの。ここダメでしょ。だからボケ老人だ、あいつはって言われるわけ。わかる？ここ。親の店の場所とか聞いてきて嫌だって言って。出たよ。いや、もうそれバレてるから、普通に。っていうか、もうそこの店やってねえし。俺、まあ坊ちゃんはそのぐらいのことでへこむようなタイプじゃないと思ってるから、あの人にはかなりパワフルなエネルギッシュなところがあるから。だって考えてみ、どんだけよ、な、俺んち夜中に来てんの。こんなのバカじゃなきゃ来ねえぞ。普通に考えて。おいって。いや、おい。そりゃそうだよ。